んこんばんは、山下元和です。お元気ですか？今回もよろしくお願いします。女優の佐々木千秋です。さて、今お聞きのこの番組、山下レーシングクラブ、略して YRC。この番組は自称モータースポーツ応援団 IT コンサルタントの山下元和さんがモータースポーツ全般の魅力や情報をラジオからお伝えしたいと考えられた番組です。改めまして、自称モータースポーツ応援団 IT コンサルタントの山下元和です。私の趣味モータースポーツについてお話しすることで、モータースポーツファンがより増えてほしいという思いと、こういう自分の趣味からの取り組みによるブランディングの方法もあるということを企業家の皆さんにお伝えしたいという2つの願いがあります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今お聞きの番組山下レーシングクラブは、ラジオ番組収録と同時に映像も撮影いただいておりまして、そちらを編集したものを番組放送後約10日程度で YouTube にアップいただいております。ぜひ皆さん、山下レーシングクラブで検索してみてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは山下レーシングクラブ、今回最初のコーナーはモータースポーツニュース。さて、このコーナーモータースポーツニュースは、モータースポーツ全般について独自のリサーチによる直近のモータースポーツの トピックスなどをご紹介するコーナーです。今回は山下さんがお一人で取材に行かれた東京おもちゃショーというイベントについてリポートをお願いいたします。はい、今回はですね、はい、東京おもちゃショー2023という、ところに伺ってきました。はい、でおもちゃショーなんで、モータースポーツに関係ないのかなと思われるかと思うんですが、そうですね、意外と関係するものが多いんですよ。そうなんですか。はい、で私もですね、数多く持ってるんですが、レーシングカーのスケールモデル、はい、いわゆるミニカーですよね。あ、はい、こういうのを作っているメーカーさんがこのショーに出展されたりもするので、今回そういうメーカーさんとお話できたらなと思って行ってきました。なるほど、はい、おもちゃなんでね、まあ、ぬいぐるみとか、うん、そのあたりがこう出展されてるのかなってイメージなんですけれども、はい、でこの おもちゃショーの方はですね、はい、どちらかというとその言われた通りぬいぐるみだとか、もう出来上がってるおもちゃですよね。うん、積み木だとか、幼児用のおもちゃとか、そういうのが、中心になってて、うん、よくあるプラモデルだとか、はい、おもちゃかなって思うんですけど、あれはどちらかというとホビーに当たるもので、また別にホビーショーというのが別のところで開催されたりするので、またそれはそれでということで。わかりました。はい、はい、でまずこの東京おもちゃショー、ちょっと細かく紹介していきますね。はい、はい、で開催場所は、東京都江東区有明にありますビッグサイトで開催されてました。あ、はい、東京ビッグサイト、はい、でこの展示会はですね、平日開催のビジネスデイと、はい、土日に開催するパブリックデイ、この2つに分かれてます。2日間で、はい、ビジネスデイの方はですね、はい、バイヤーさんや、玩具店のオーナーさん、はい、あとスタッフの方々が、来て商談をする、うん、展示会になってます。はい、でパブリックデイの方は一般の方向けで、いろいろな小さい子どもさんたちも見れるような、はい、イベントになってます。面白そう。でちなみにこのパブリックデイというのがですね、はい、4年ぶりに開催いただいたということで、あ、そうなんですね、かなりいろいろなイベントが、今回催されておりました。すごい。はい、で私はですね、はい、車に関してのものがということで、まず、ミニカーのメーカー、うん、トミカさん。あ、はい、トミカさん、はい、でコレクターも多くいらっしゃるので、はい、知ってる方も多いかと思うんですが、うん、この中でもですね、はい、普通に売られているものではなくて、企業が自分の会社の、はい、使っている車、はいはい、だったり、自社のロゴをあしらった企業コラボものの、はい、ミニカーというのがですね、作ることができまして、すごい、はい、結構いろんな企業さんで、はい、株主優待用に、記念品として作ったりだとか、うん、あと、いろいろなところで、ね、イベントで販売するように、はい、作られることが多いそうです。へえ、うん、でちょっと私も本業でですね、はい、お客さんの方で作れないかなと思って、どのくらいから作れるのかなって、はい、興味本位で聞いてみたんですが、6000台から作れるということなんで、意外と多くないのですごい、企業によっては作ってもらうこともできるのかなと。そうですね、はい、夢がある、はい、でこのミニカーはですね、はい、国内だけじゃなくて海外のメーカーさんも出展されてまして、はい、で海外のメーカーさんだと、中国のメーカーさんとかが多かったんですが、はい、やはり日本で作ってないようなミニカーがいろいろと作られています。あ、なるほど、特に
世界的に輸出してるとのみたいなので、はい、海外のレースのレーシングカーなんかも結構ありまして、いやそれ嬉しいですよね、みんなの気にして見てみようと思いました。はい、であとですね、はい、私が気になった展示で、はい、株式会社リトプラさんが出展してた、はい、ミニ 4WD デジタルサーキットっていうものがありました。すごい名前何ですか？ミニ四駆って聞いたことございます？はい、 はい、ありますよ。一番身近なモータースポーツなんていう方もいるぐらいですね、いろんなお子さんから楽しめる、はい、おもちゃなんですが、はい、これはですね、アトラクションとしてですね展示されてたんですが、はい、コースを暗くしてですね、はい、そのミニ四駆が走ったところがですね、光の帯が表示されてすごい綺麗に見えるなんてものだったんですね。素敵、はい、これ何かというと、はい、プロジェクションマッピング、あ、はい、うん、それによって、光を出したりとか、はい、あとはコースをですねプロジェクションマッピングで綺麗に飾ったりだとか、はい、うん、する展示でした。うわすごい、なんか近未来のレースですね。本当ですよね。はい、でにですね、神奈川県川崎市にある武蔵小杉の、はい、施設で、はい、グランツリー武蔵小杉というところに常設で、はい、作られておるようで、はい、リトプラさんがですね、はい、リトルプラネットという、アミューズメント施設をお持ちで、そこで、見ることができるみたいです。あ、そうなんですね。はい、今後もこれをどんどん、全国的に展開していきたいということで出展されたということですね。うわすごいな、はい、でこの展示会ですね、はい、日本おもちゃ大賞というですね、はい、しっかりした大賞を発表するのもありまして、はい、おもちゃをですね、はい、7つの分野に分かれて表彰してました。すごく興味深いです、はい、エデュケーショントイという知育玩具があったり、はい、あとベーシックトイといわれる普通の一般的なおもちゃ、うん、でアクショントイというですね、はい、だから体を動かして使うおもちゃ、はい、でコレクション、コミュニケーショントイということで、はい、年代を問わず遊べるおもちゃ、はい、でキャラクタートイで、はい、アニメだったり漫画のキャラクターのおもちゃ、はい、あとハイターゲット、今度はですね大人向けのおもちゃ、で最後にですね、共有玩具ということで、はい、これは耳にやですね目の不自由な方、それからでも遊べるおもちゃ、この7つの、部門に分かれてですね、はい、表彰されておりまして、その中でもですね、はい、エデュケーションとい知育玩具の中にですね、自動車メーカーさんの、はい、ホンダ技研さん、はい、ホンダ技術工業株式会社そこと、タカラトミーアーツさんが、はい、共同で開発した赤ちゃんスマイルホンダサウンドシッターっていうものがあったんですよね、うん、はい、でこれ何かっていうと、私のうちはもう子供大きくなったんでいらないんですが赤ちゃんを育てる方にはですね、はい、かなり共感いただけるようなものみたいで、どう共感できるんですか？赤ちゃんが泣いてる時に、はい、なかなか泣き止まないって時あるじゃないですか。あ、はい、でこのおもちゃは、車のぬいぐるみなんですけど、はい、泣いてる赤ちゃんに、これを近づけてあげると、はい、泣き止むというんですね。なんでですか？うん、でこれ車のですね、もう形をしてて、はい、このぬいぐるみから車のエンジン音が聞こえるらしいんですよ。車のエンジン音で泣き止む、はい、そうなんですよ。面白い。でこの音自体がですね、はい、お母さんのお腹の中にいた時に赤ちゃんが聞いてる音、それに近いようで、でこのエンジン音もですね、はい、どんな車かというと国内のレースでも使われている、はい、ホンダの NSX という、はい、車で、で特にですね、一番効果があったのが、はい、2代目の SNS という、はい、すごいこだわりのある音で聞こえるみたいです。へ、はい、そうなんですね、うん、すごい。ホンダですね、自動車メーカーとのコラボなんかあったりだとかしてるので、意外と、うん、モータースポーツに関わってないようであるんだっていう、
分かっていただけたかなと思います。なるほど、すごいこう新たな、なんか試みといいますか取り組みというものも、うん、あの見させていただくことができるということです ね。でこういうふうにですね、今回もですねこうやって見させてもらいましたが、多分来年もまた同じようにあると思うので、はい、今後も、追ってレポートできればなと思っております。わかりました、はい、いやとてもワクワクするイベントですね。私もちょっと来年行ってみたいななんて思いました。ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございました。そして YRC 山下レーシングクラブなんですが、この放送後約10日程度で YouTube にアップされますので、ぜひ山下レーシングクラブで検索をしていただきまして、ご覧いただきますとともにチャンネル登録の方もお願いいたします。以上モータースポーツニュースのコーナーでした。メモリアルソングのコーナー、続いてのコーナーはメモリアルソングのコーナーということで、山下元勝さんの思い出に残る楽曲、ご自身の何かのきっかけになった楽曲をそのメモリアルなエピソードとともにご紹介をいただき、その月の番組放送内で2回ともかけさせていただこうというコーナーです。さて今回はどなたの何という楽曲でしょうか。はい、今回ですね、はい、宇多田ヒカルさんで、はい、ワンラストキスです。うん、はい、はい、でこの曲はですね、2022年1月にデジタルで発表されて、はい、2月には CD も販売されたバッドモードというアルバムに入ってた曲になります。はい、でこの楽曲自体はですね、はい、2021年の3月に公開された、はい、新エヴァンゲリオン劇場版のテーマソングで起用された曲になります。はい、この曲のですね思い出なんですが、はい、実際この映画を私も見に行ってまして、はい、で新型コロナ感染症によるあの映画館の規制というのがあったと思うんですよね。ありましたね、はい、それが規制が緩んで、人数が入れるようになった、うん、その時に最初に公開された映画だったりすると思います。確かに、はい、その頃はですね、私、はい、銀座の方で、はい、SNS の、はい、塾を開催してまして、はい、その塾の授業の合間に、うん、空いてる時間に有楽町まで見に行った覚えがあります、はい、で時期的にはですね、身の回りにですね、はい、やっぱ辛いことだったり、嫌なことが渦巻いていたんですが、そうですね、でこの宇多田ヒカルさんのこの曲を制作した時のインタビュー記事がちょっとあって、はい、でちょっとそこを読ませていただくと、はい、重要なのは悲しみを捨てようとすることではなく、うん、常にそれを抱えているということを受け入れること、痛みはまだ残るけどそれでもいいのだと思い、喪失であったものが贈り物になったんです、という言葉がなんか心にすごい響きました。そうですね、はい、で新型コロナウイルス感染症に関しても、まあ、悲観的にならずに、うん、もうしっかり受け入れて今後どうしていくかっていうのをしっかり考えようと、うん、ちょっと気が楽になった思い出があります。なるほど、はい、まあ、そんな感じ方もするんだというのをですね、はい、この曲を聴きながら、見てみたらなと思って選曲させていただきました。ありがとうございます、はい、なんかちょっとね思い出というか、振り返ったらきっとこの時思い出すんだろうなっていう感じもしますよね。はい、ありがとうございます。以上メモリアルソングのコーナーでした。ではここからはモータースポーツ入門レース場別編ということで、世界の主だったレース場別にいろいろとその概要や歴史、レーサーなどにスポットライトを当ててご説明いただきたいと思います。なお以前の放送分全体の入門編につきましてはリメイクラジオ山下レーシングクラブでご覧いただけますので、ぜひディビジョン1からご覧になってみてください。さて今回もまたまた登場 EWC について勉強していきたいと思います。では山下さん、まずは EWC のおさらいからお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、まずはですね EWC どんなレースなのかというまず説明からしていきたいと思います。はい、FIM、世界耐久選手権、はい、英語で言うとインデュランスワールドチャンピオンシップ、まあ、この頭文字を取って EWC と言います。はい、で FIM というのがですね国際モーターサイクリズム連盟というでして、まあ、ここが主催している選手権ですから、はい、バイクのレースになります。バイクのレースですね、はい、で2023年のですね、スケジュールはですね、はい、フランス、日本、ベルギーの3カ国で開催されまして、はい、全4戦で競われます、うん、全4戦、はい、でその中でもですね日本では、真夏に、三重県の鈴鹿サーキットで8時間耐久レース、通称鈴鹿8耐、はい、というのが開催されます。うーん、
でこのレースですね使用される、はい、マシンは、はい、メーカーが販売さ、している、バイクがベースになってます、うんうん、でレース用にチューニングナップされたマシンで、はい、それらのバイクをですね、スーパーバイクと呼んでます。スーパーバイク、はい、で特徴としてはですね、はい、耐久レースなので夜間走行もあるんですよね。あ、確かに、はいはい、なので通常のバイクのレース、スプリントレースで速さを競うレース、はい、それでは、装備されていないヘッドライトがついているのがちょっと特徴になります。あ、なるほど、はい、あと長時間のレースになりますから、はい、でするライダーはですね、はい、2人から3人うん、それを交代制でドライブするようになってます。はい、はい、で実際のですね携帯レースの形態なんですけども、はい、耐久レースという形になりますから、2023年のカレンダーでちょっと見ていくと、はい、第1戦がフランスで開催されるルマン24時間レース、あ、はいはい、で第2戦がベルギーで開催されるスパフランコルシャン24時間耐久レースです、はい、で第3戦が日本で開催される、鈴鹿8時間耐久レース、はい、そして最後の第4戦がまたフランスに戻りまして、はい、ボルドール24時間耐久ロードレースという名前になります。でちょっと今の4つ聞いていただいたんですが、はい、日本での鈴鹿8時間耐久レース以外は全部24時間レースなんですよね。あ、確かに、はい、全部24時間っておっしゃってましたもんね、はい、ね、はい、すごい長いレースになります。で今回紹介したいのは、この鈴鹿サーキットで開催されます鈴鹿8時間耐久レースをご紹介したいなと思っております。はい、はい、お願いいたします。はい、でまずは場所はですね鈴鹿サーキットなんですが、はい、三重県の鈴鹿市、で鈴鹿サーキットというのはですねサーキットを中心として、はい、ホテルやキャンプ場、遊園地や夏にはプールなどがある、総合アミューズメントパークになっております。でコース自体の特徴なんですが、はい、東西に細長い、コースになってまして、はい、中央部分に立体交差を、はい、挟んで右回りと左回り、はい、それが入れ替わるようなレイアウトになってます。すごいですね、はい、なんか、うん、で世界的に見てもですねこの8の字のレイアウトというのは、はい、なかなかない珍しいサーキット。そうなんですか、はい、へー。でまたですね、はい、自動車とバイクを作っているメーカーのホンダさん、はい、ホンダの、創設者ですね、はい、ホンダ総一郎さんの、メインによって作られた、サーキットで、はい、このホンダはですね、鈴鹿以外にも、栃木県茂木にあるモビリティリゾート茂木、はい、こちらも作られた、うーん、なんでホンダの、はい、車のテストとかはこの辺でやられるのが多いという、あ、そうなんですね。で鈴鹿時間耐久レースに関連するバイクのカテゴリーなんですが、はい、うん、まず、ね、EWC 自体では、はい、3つのカテゴリーがあります。3つ、はい、でフォーミュラ EWC というのと、はい、スーパーストックというのと、はい、エクスプリメンタルという3つがありまして、はい、ただですね鈴鹿8時間耐久レースではこのエクスプリメンタルというのは出走できない、はい、あ、そうなんですか。ううルールとして、あ、鈴鹿8体では、はい、あ、なるほど、出られないんですね。なんでかというと、うん、このエクスプリメンタルというのはですね、はい、実験的なという意味合いがありまして、バイクでもエンジンじゃなくてモーターのバイク、電気で動くバイクだったり、はい、うん、特別な新しい機構を使ったバイク、あ、そういうのを試すためのレースになってまして、はい、鈴鹿の場合は8時間しかないのでそこから外されてるみたいです。あ、そういう理由なんですね、はい、へえ。実際この走る、複数あるカテゴリーなんですが、はい、基本的には市販車をベースにしているのは全く変わりませんで、はい、ただ、このカテゴリーによって、はい、改造範囲、カスタムする範囲が、決まってます、はい、で一番範囲が広いのが、もちろんエクスペンタルがそうなんですけども、はい、フォーミュラ EWC というのが、普通のガソリンのバイクで考えると、一番、改造範囲が広いという形になっております、はい、で実際レースの方の日程なんですが、はい、今年はですね、8月6日の日曜日決勝レースが開催されます。お、そうなんですね。もうちょっとですね、うん、そうですね、はい、で今回がですね、はい、第44回大会となりまして、はい、で今回の見どころは、前回、第43回大会ですね、はい、は3年ぶりに開催した
そうだったんですね。大会なんですね。なのでその時はですね、各チーム、はい、まだ手探りで、まあ、仕上げていった感もありましたんで、でも今年はしっかりといろいろテストするデータもありますから、はい、今回はどんな風にレースになるのか、なるほど、ちょっとその辺はみんなが楽しみにしていただければなと思います。確かにちょっと注目ポイント、はい、今年また変わってくるということですね。そうですね、なるほど、分かりました。いや、なんかすごく私自身の個人的な感想なんですけれども、はい、少しずつですね、このどんなレースの形態のルマンとか、はい、はい、鈴鹿八体とかスパとかね、このあたりちょっとお伺いしていて、お、分かるぞ私ってちょっと嬉しくなっちゃいました。はい、お邪魔してもどんどん成長していただく、はい、なのでぜひ皆さんも少しずつこう結びつけ合いながら覚えていけたらいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんも私と一緒にモータースポーツの魅力、そのための基礎知識チェックしていただければと思います。山下さん、ありがとうございまし た。以上、モータースポーツ入門 EWC 編でした。皆さん、なんともエンディングになってまいりました。今回の山下レーシングクラブいかがだったでしょうか。この番組山下レーシングクラブは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からですので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。山下さん、今回の放送はいかがでしたか。はい、このラジオを通じてですね、はい、いろいろな別の業界ともつながる、きっかけがいろいろできているので、はい、今後も楽しいだなと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 山下レーシングクラブまでお待ちしております。それでは YRC 山下レーシングクラブ、また次回同じ時間を耳にかかりましょう。皆様のお相手は山下元和と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。